自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか？私を誰だと思ってるんです？私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を、そういうことだね。けどそれがあなたの決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。主は我、契約という名の魔法を受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。